たの、おじんどす。引用、飲酒、で定能の無謀運転撲滅会、会長の無謀運転です。副会長は、無謀な運転で亡くなりました。アーメン、今日は、一般道路、または、高速道路で気をつけなければならない箇所、場所、位置を、教えます。この動画は、免許取り立ての方におすすめです。プロドライバーは、高評価を、押してチャンネル登録して、動画も停止してください。さて、先ほどの続きですが、車で走ってて危険なところは、数え切れないくらいありますが、結構、事故しやすいので、教えてあげます。それは、カーブです。カーブといっても、あなた、こっちが、左カーブで対向の相手が、右カーブで、すれ違う時です。ほんまにこの時は、左に寄ってすれ違う時は、右になってちらっと確認して通過した方が良いです。右カーブの時は、右に寄りがちで、下手のドライバーには車線、またいで勢いよく曲がってきます。乗用車もそうですが、ダンプカーも注意が必要です。奴らは、高い位置にいるから強気になってるのか、車線いっぱいいっぱいで、ビンビン飛ばしてきます。荒っぽい気概が多いです。多分、普段は、プリウスに乗ってるんちゃうかですので気をつけて運転してください。ご安全に。